換気扇をつけてしまうとですね、空気の流れが変わってしまいます。はい、こんにちは、広報問題です。今回ですね、ご質問がありましたので、それについてお答えしていきたいと思います。シューズクロークの匂いについて、現在間取りの打ち合わせ真っ最中です。換気扇は第一種換気ですが、玄関やシューズクロークには吸排気がついていません。匂いやカビ対策でいい方法はありますか、という形でご質問いただきました。その時の回答なんですけども、換気扇は空気が変に引っ張られるのでやめた方が良いですという形で、回答しています。で、参考ブログがありますので、そちらを、ご確認いただけたらということで、回答させていただいております。シューズクロークの、匂いですね、たまに言われるんですけども、その時にですね、換気扇をつけようかなという方いらっしゃるんですけども、換気扇はですね、今回の場合とかも特にそうなんですけども、大種換気がついておりますので、換気扇をつけてしまうとですね、空気の流れが変わってしまいます。なので、換気計画はですね、うまくいかないことがありますので、あまり正直おすすめはしておりません。で、今回ですね、弊社のブログの方にも書いてるんですけども、換気扇つけてもいいんですけども、換気計画には注意が必要ですという形で書いております。建築資材でですね、匂いとか、というのを脱臭するのであれば、珪藻土とかですね、珪藻土クロス、エコカラット、漆喰っていうのもあるんですけども、この中で一番効果が高いのはやっぱりエコカラットかなというふうに思います。珪藻土、珪藻土クロスもですね、一応湿気を吸い取るとは言うんですけども、かなりこうね、薄い材料のものなので、そこにこうどこまでね、匂いを取ったりとかですね、湿気を吸ったりとか、有効果があるのかというのは結構微妙なところになりますので、この中で言うとエコカラットが一番効果的なんじゃないかなというふうに思います。ただ、それでも結構ね、お値段が張ってきますので、やっぱりその、消臭調湿機能とかっていうことであればですね、消臭剤とかですね、脱臭炭とかですね、いうのもありますので、そういったものをですね、ホームセンターで買っておくのが一番効果的なんじゃないかなというふうに思いますので、あまりその建築資材とかですね、建築材料でされるというよりは、そういう一番オーソドックスな方法で、そういった匂いとかですね、湿気の管理をするのが一番いいんじゃないかなというふうに思いますので、そちらで一遍試してみてはいかがでしょうか。はい、そしたら今回は以上になります。ありがとうございました。この動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が参考になりましたら、ぜひこの下のグッドボタンを押していただけたら幸いです。あとチャンネル登録されていない方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。